こんにちは。人からわかる3分美術。今日は本阿弥光悦について勉強していきましょう。本阿弥光悦、1558年生まれ。江戸初期の芸術家であり、琳派の先駆者として知られます。光悦は13代室町将軍足利義輝時代の永禄元年に京都で生まれました。本阿弥家は刀の研ぎと鑑定を生業とする家系であり、有力な武家とも血縁のある名家でありました。本阿弥家は豊臣秀吉統治下の時代に光悦の義兄弟にあたる本阿弥光徳が秀吉に認められ、刀剣鑑定の最高峰として確固たる地位を築きました。光悦も光徳に従い、幼い頃からその仕事に従事したと考えられます。光悦は刀剣鑑定士としてだけでなく、芸術家あるいはその支援者として広く知られました。茶人としては古田織部に学び、金森義重らと交友。書家としても高く評価され、烏丸光弘らと交流がありました。その代表作が、鶴下絵36花仙和歌巻。17世紀初頭、光悦50歳頃の作品であり、俵屋宗達との合作です。鶴が画面いっぱいを飛ぶ下絵を宗達が描き、その上の強弱の激しい光悦の書が画面全体のリズム感を生み出しています。また、光悦は陶芸においても数多くの作品を残しました。その代表作が富士山です。蒔絵においては、船橋蒔絵硯箱。作庭には、本法寺、巴の庭を手掛けるなど、万能の才人として数多くの作品を残しました。1615年には、徳川家康の支援を受けて、京都高ヶ峰に村を建設。光悦はその一族と職人たちを集め、後に光悦村と呼ばれる芸術家の共同体を築きました。光悦は1637年に80歳で亡くなります。その後、光悦の一族からは、尾形光琳、尾形乾山の兄弟が登場し、光悦の作風を受け継ぎ、琳派を生み出すこととなります。光悦は現在においても、江戸初期の大芸術家の一人として、また琳派の先駆者として知られています。以上、